アキレス腱固め。猪木あり状態から片足を抱えて座り込み、アキレス腱固めに移行します。相手の足首を脇で抱え、体を抱えている側へ倒してアキレス腱を決めていきます。アキレス腱に手首を当てて体を反らして決めていきます。アキレス腱のこの位置を手首の硬い部分のこの位置で腕を巻き込んで手と手をクラッチし、膝を締めて決めていきます。膝十字固め。決めたい足を取り、体を回転させながら相手の足の上を通してまたいでいきます。相手の膝の皿と自分のへそを合わせて両足で強く挟み、両足首で反対の足を挟んで防御してから膝十字固めで決めます。膝十字固めのポイントは、両足首で相手の足を挟んでエスケープをブロックすることです。防御したら左手で相手の足首を抱え、右手でかかとをつかみ、腹部を押し出すようにしながら膝を決めていきます。内ヒールホールド。猪木あり状態より決めたい足を取って右足でまたぎ、相手の脇腹へ深く差し込みます。両足を交差させ両膝で相手のももを強く締めます。相手のつま先を右脇に挟み込み、かかとに上腕を当てて抱え込みます。かかとを上げるようにして体を後方へひねり決めていきます。アンクルホールド。猪木あり状態より右手で相手のつま先の小指側を取り、
手を足に巻き込んで右手首にクラッチします。右足で相手を押さえ込み、相手の膝を曲げて決めていきます。決める時のポイントは右手の掴む場所です。掴む場所は相手のつま先を掴み、相手に押し返されないようにします。誤って足首を取ってしまうと押し返されてしまい、決めることができません。決めるときはつま先を持ったまま一気に膝を曲げて決めましょう。猪木あり状態、下から蹴り上げる。猪木あり状態より相手の手首を両手でつかみ、片腕の動作を封じます。左足で相手の腰を押して体勢を固定させてから、相手の顎を蹴り上げていきます。相手は腰を押さえられ片手をつかまれているため、うまく防御することはできないでしょう。もう一つの蹴り方です。蹴る前に相手にパウンドなど攻撃をされないよう、相手の前足を足の裏で押さえ、相手が体勢を整える前にハイキックで蹴っていきます。ハイキックで蹴り上げるときは右手で床を押しながら、できるだけ体を高く起こすことがうまく蹴るためのポイントです。草刈り。左手で相手の左手首を取りながら、右手で相手のかかとを取ります。右足は相手の右かかとの裏に添えて、左足で相手の腹部に当て、相手の足元を刈るようにしながら腹部を蹴って相手を倒します。足で行う草刈りです。相手の倒す要領は同じであり、右足でかかとを刈り、左足で膝を蹴って相手を倒していきます。柔術立ち。猪木あり状態より何気なく立ち上がってしまうと、相手に優位な体勢を与えてしまいます。立ち方は体を半身にして、右手で床を押し、
体を起こしていきます。左手はまっすぐ相手に向けて、相手の攻撃に備えておきます。足腰を浮かせてから右足を後方に引き寄せて、